皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポートナビゲーターの岡本真理です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組。三佐久保、佐久間、春野、辰山、天竜、稲さん、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の協力でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、中山間地域の女王を目指す私マリドンこと岡本真理が、中山間地域の皆さんと交流を深めながら、おすすめのスポットや楽しいイベント情報、おいしいものなど山里のさまざまな魅力をお届けしていきます。番組を通して山里への思いを膨らませてみませんか。今回は天竜の話題。私は天竜区二俣町クローバー通り商店街にやってきました。11月23日土曜日に酉の市が行われるということで、クローバー通り商店街でハンコ屋を営むクローバー通り商店会副会長の名倉勝彦さんにお話を伺います。今度あの11月23日に酉の市が行われる、はい、ということなんですけれども、はいはい、改めてこの酉の市、これはどんなものなんでしょうか。東町のずっとこの町が稲荷さんを持ってまして、そこの、まあ、お祭りっていうことなんですけれども、はい、そのお祭りにクローバー通りがちょっと協賛をするという形で、クローバー通りでイベントをやったりっていうことで、うん、今は行ってるっていう形になりますね、はい、うん、この酉の市っていうのも昔から行われているものなんですか、うん、だと思います。おもう歴史があってそうなんですよね、うんうん、もう名倉さんはもう小さい頃からもうこちらに住んでいらっしゃる、うん、そうです。ですので寒くなってくると酉の市が楽しみだったですね、うん、いろいろお店が並んで、うん、やっぱり今でもこの酉の市、この商店街にはそういう露店が並んだり、あと縁起物のお店が並んだりっていう、ではどんなことが具体的には行われるんですか。具体的に浜松岩田信用金庫の人たちの、はい、演奏っていうのかな、音楽をやってもらうようなこととか、うん、二俣幼稚園の園児さんたちのなんちゅうの、お遊戯、お遊戯、お遊戯だね、はい、あとは地元の高校生も出演して、高校生はボランティアに参加してもらうし、それから太鼓、はい、太鼓の演奏なんかもしてもらうようにお願いしてあります。はい、私昨年この酉の市を取材させていただいたんですけれども、うん、またその時よりもパワーアップした感じでそれじゃ行われるんですかね。そうですね、毎年夜だったんですけれどもね、はい、そうです、それも時間もちょっと早くから、そうです、そうです、うん、半日ぐらいですかね、お昼ぐらいから、お昼から7時半まで歩行者天狗で、イベントをやると、うん、じゃあそういうパフォーマンスもあるし、はい、縁起物の販売があったりとか、はい、あとはまあクローバー通り商店街のそのお店とかもオープンして、うん、そうですね、うん、でその中でもやっぱりメインとなるのが狐の嫁入り。そうですね、はい、うん、本当の結婚式なんですよね、はい、そう、本当の結婚式です。イベントっていうわけではなくて、はい、本当の結婚式、うん、本当に結婚式です。三三九度みたいなやったり、はい、うん、本当の結婚式ですよ、うん、もう地元 の, ゆかりのある方とかが、そうです、うん、この新郎新婦、はい、うん、でちゃんともう衣装も、はい、衣装もちゃんと着て狐のお面をかぶって、3、40人で行列作って、はいはい、ゆっくりと、そうです、ゆっくりと、うん、提灯持って、はいはい、歩いてその東町の お稲荷さんで、まあ、結婚式やるんですけどね、はい、うん、今回の新郎新婦さんっていうのは、うん、
どちらの方なんですか。あのね、それ当日まで内緒シークレット。あ、そうなんですね。誰になるのか、はい、楽しみですけど。そうなんですよ。あの小さなお子さんの姿とかも結構あって、うん、去年も、うん、でなんかのお面を作ったりっていうような、はいはいはい、うん、白いお面を、うん、あの、ね、用意して、はい、うん、でそこにあの自分たちで色を塗ってもらって、はい、うん、でそれかぶって参加してもらってもいいし、うんうんうん、あとは子どもたちが楽しめるような、去年だと射的とかもあったような気がするんですけど、これはね商店街でクローバー通りで、はい、やるんですけれども、うん、今年もあります。今年はね射的に しようか何にしようかって今まだまだ最終段階で調整中。はい、はい、そうです。まあ実を言うと射的になりそうですけどね今あの子供も大人も楽しめると思いますしね、うん、まだわからないです、うん、はい、いや何になるのかまたそこも楽しみにしていただければと思います、うん、はい、さあそれでは改めてなんですけれども、はい、この酉の市、うん、開催日あと時間教えてください。はい、11月の23日の土曜日、はい、12時から19時30分まで、はい、国のクローバー通りで酉の市を行います、はいはい、小雨結構、うん、大雨中止。ここは何としても大抵晴れますから酉の市はもう大丈夫と、はい、車で来られる方もいると思うんですけど、はい、駐車場とかは駐車場はあの秋の福の美術館、うん、あの辺を、はい、あの借りてはいます、はいはい、ぜひ皆さん足を運んでこの酉の市楽しんでいただければと思います、11月の23日に行いますので、あのそうですね、狐の行列なんていうのは、うん、他ではあんまりやってない行事ですので、ぜひご覧になってください。お願いします。皆さんも準備頑張ってますので、ぜひ盛大に行われること楽しみにしています。はい、はい、どうもありがとうございました、はい、お願いします。さあ酉の市では様々な団体が出演しパフォーマンスを繰り広げますが、そのうちの一つ天竜連が森のマルシェキコロで練習をしているということでやってきました。太鼓の音が聞こえますし、その太鼓に合わせて踊りの練習を皆さんしています。さあそれでは天竜連代表の手塚貴樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。さあ酉の市に出演されるということなんですけれども、はい、まず改めてこの天竜連どんな連なのか教えていただけますか。天竜連は、今年の3月に結成した、まだ、結成ほやほやのチームになります。はい、もう踊り的には阿波踊り。はい、もうガチの阿波踊りです、はい、そもそもここのこの天竜でどうしてその阿波踊りの連を作ろうと思われたんですか。実は僕は東京から、4年前に移住しまして、はい、で東京で、20年阿波踊りを踊っていて、で、移住した先でチーム作りたいなと思って、たんですけども、あのだんだん仲間というか友達が増えてきて、でみんなでやっていこうかっていう相談をしたところ、やりたいっていう仲間がいっぱい集まってくれて結成しました。今は何名ぐらいで活動されてるんですか。今20人ぐらいです。あの難しいことはあまり考えないで、とにかく楽しく踊ろうがモットーなので、あの楽しく踊りつつも、その阿波踊りの良さを、はい、あの皆さんに伝えたいっていう僕の思いがあるので、はい、ちょっとずつ阿波踊りのそのなんかこうエッセンスみたいなものを入れながら練習してます、はい、なるほど。あのいろいろなところでも披露される機会が徐々に増えてきていると思うんですけれども、そんな時はみんなで一緒に踊ろうっていう感じになるんですか。そうです、あの天竜連はみんなで踊ろうをモットーにやってますので、最初僕たちがちょっと踊るんですけど、その後にみんなで踊り方をレクチャーして、みんな入ってくださいという形で一緒にワイワイ踊る、そういうチームでやってます。はい、では酉の市でもそういう構成で行われるんですか。はい、あの本当に一人でも多くの方に踊ってもらいたいし、やっぱ太鼓に合わせて踊るって、はい、多分日本人なら絶対みんな楽しい好きだと思うので、やってみてどうでした。はい、あの実際私も先ほど体験させていただいて、バランスとか動きはちょっと難しいんですけども、やってるうちに何て言うんでしょう、このテンションが上がってくるっていうか、もっともっと踊りたいって、はい、この中からパワーが湧いてくるって、はい、そんな感じがしました、はい、それを狙ってます終わった後でみんな笑顔になるので、はい、とにかく楽しいので、ぜひ11
11月23日は一緒に踊っていただけたら嬉しいです。はい、あの23日はその阿波踊りだけではなくって、あの地元の踊り天竜踊りっていうのもあるんですね。はい、天竜踊りですね。昔この地域の天竜の方たちはみんな、一回踊ったことがあるみたいで、はい、それがちょっと長い間、開催されないんで、眠っていたのを地元の方に声かけてもらって、はい、一緒にやらないかっていうことで、天竜踊りの踊り方を教えてもらって、うん、でその地元の方たちと一緒に、一回踊ったんですね、はいはい、そしたらすごい盛り上がって、うん、でこれからも やりましょうっていう形で話が進んで、また今回も鳥の市でみんなでやりたいなと思ってます。では最後、鳥の市に向けての意気込みお願いします。皆さんが楽しく踊っていただけるように盛り上げてきますので、よろしくお願いします。はい、では参加されている方にお話を伺います。はい、女性の方でも男の踊りをされていらっしゃる、うんうん、はい、選べるんですか？選びました。もう絶対男が良かったので、重心を低くして、あの踊るの方が自分には合ってる。どうですか、やってみて。めちゃくちゃ楽しくて、あの単調な踊りなんだけれども、なんかで、あの気持ちがなんかどん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 上がっていて、トランス状態になるっていうのがとても好きです。インスタで阿波踊りのすごい練習風景見た時にはすごい綺麗だし、面白いなと思って、あ、じゃあそれから始められたんですか？そうですね、あの近くでやってるって聞いたので、ぜひやってみたいな。今ちょっと脱いでらっしゃいますけれども、あの下駄も履いて、あとは傘もかぶって、もう本格的な感じなんですけれども、始められてどのくらいですか？まだ2ヶ月ぐらいです。そうなんですね、はい、あの他にも踊りっていうのをやってらっしゃるんですか？はい、あの日本舞踊をやってます。はい、この日本舞踊とはまた阿波踊りは違います？そうですね、あの手の動かし方も体重のかけ方も違いますが、あの私なりに、あのなんというか両方合わせて、うん、何か新しいものが生み出せるんじゃないかと、このあたりもこれから工夫していきたいなと思っています。天竜連の活動は天竜連のインスタグラムでチェックしてみてくださいね。鳥の市当日は午後1時45分から天竜連のステージが予定されています。鳥の市で踊ります。天竜連はみんなで踊るチームです。ぜひ皆さんも踊りに来てください。地元にある天竜踊りも一緒に踊りますので、昔を思い出して踊っていただけたら嬉しいです。あやっとさん、やったやった。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中央区さなる台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。またこの番組はウィンディーの YouTube チャンネルでもご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の協力でお送りしました。